かせてあげます。なんかワンフレーズでもいいし、ストーリーにタグ付けして載っけてもらえるとすごく嬉しいです。いいねを押しに行かせていただきますので、はい、ぜひ載っけてください。あ、じゃあちょっと待って、あれだな、ちょっとだけ喋ろうかな。僕はですね、今7月20日にですね、初の、ワンマンライブを渋谷ダブダブという、この辺のね、渋谷で、500人という大きなキャパの大きな会場で、ワンマンライブを開催することが決まってるんですけど、もうありがたいことに、チケットがもう3分の1を切っていてですね、あともう少しでソールドアウトまで来てるんですけど、今日手売りチケットも持ってきてますし、オンラインチケットも、まだ販売中なので、ぜひ少しでもいいなと思ってくれたり、ちょっとライブで、ハストモの曲聴いてみたいなって思ってくれた方がいたら、ぜひ7月20日土曜日、6時半からなので夕方の遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。大丈夫そう。ではすいません、カバーソング次いきます。桜咲くて曲聴いてください。Thank you.
高鳴る心、脈打つ鼓動、伝えなきゃ私の想い。桜の花びらが風に乗って運ばれて、私とあなたの髪が鳴りく、伝えたいと思えば思うほど涙が言葉を遮って、震える唇からこぼれた愛がどう好きって言えない桜を塞ぎ、ありがとうございます。桜井さん言ってきてくれました。ありがとうございます。改めましてシンガーソングライターの松田もといいます。今日は短い時間ですが、どれだけたくさん歌っていこうかなと思っているのでよろしくお願いします。本当に急遽にもかかわらず本当にもたくさんの方ありがとうございます。ちょっと喉の音が見ようかな。すまない、ちょっとね、連日歌ってるんで声ガラガラなんで、許してください。たまたま立ち止まって見てくれてる人はどれくらいいるんですか。たまたま今通りかかって足止めましたみたいな。ゼロ、嘘だ、俺見たことない顔いっぱいあるぞいや、知ってて来てくれてるのかもわかんない。知ってて来てくれた人初めて、じゃあ初めて知ってて初めて来たよ。嘘だ、じゃあみんな嘘ついてるよ、後ろの人。まあでもね、ありがとうございます。よし、もしね、ちょっとストックがかかってしまった場合はちょっと移動するので、もしお時間ある方はついてきてください。はい、じゃあ次の曲いきます。
シンガーソングライターの長谷友と言います。はじめましての方ぜひ、SNS をフォローしてほしいです。よろしくお願いします。はい、絶賛バズりアカウントです絶賛バズりアカウントです。よろしくお願いします。じゃちょっとせっかく、たくさんの方が思ってくれているので、ちょっとオリジナルソングを1曲だけ聴いてくれませんか。ぜひ4分だけ時間ください。やっぱね、こうオリジナル歌ってこういなくなっちゃうのが一番こう悲しいから、オリジナルの方がいいんだぞっていうところを僕は見せるので、どうか聴いてください。僕の、ファーストシングルです。今サブスクにもリリースされてますが、僕は最初この曲が、SNS でバズってですね、少し、ファンの方が、増えて、2曲目、3曲目といい流れで、来てます。その1曲目の大事な曲を、今から歌わせていただくので、ぜひ聴いていってください遠距離恋愛ソングです。それでは聴いてください。
魔法をかけて。初めて聞いた方、オリジナルの方が良かった？うんうんうん、ありがとうありがとうございます。ぜひ、Apple Music だったり、LINE Music だったり、Spotify だったり、全部のサブスクで聴けるようになってるので聴いて帰ってください。よろしくお願いします。くそー、喉がガラガラじゃ。まあでもね、声は出てるから。ありがとうございます。
ちょっと今日あんまり、もともとやる予定じゃなかったので瀬取りを組んできてないので何かリクエストを、受けられたらと思うんですけど、何かありますか？はい、虹、誰の虹ですか？菅田将暉さんの虹。うわ、誰かな。ちょっとうろ覚えなんですけど、行ってみます。でリクエストの菅田将暉さんの虹という曲を出せてきます。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。すいません、ちょっと2番がうろ覚えだったんですけど、はい、菅田将暉さんの虹でした。ありがとうございます。
いやいい歌ですね。ありがとうございます。じゃちょっともう一曲だけリクエストいこうか。あ、早かった。OK、 恋だろ。あ、OK、 恋だろ。マチさん、恋だろってここ載せていきます。聞いてください。違う歌歌おっしゃって今ごめん、めっちゃごめんなさい。僕はこの世界で大難儀で、君はこの世界で大難儀だ。身の程はわきまえてるつもりだ。身の程知らずは笑われちゃうから。なのに君のその笑顔、言い方までの髪になんとかって服にくすぐるようなその笑い声に夢中になってバカみたい。でもこんな僕にもちゃんと芽生えてくれた。この気持ちを認めてあげなくちゃね。性別も年齢も家柄も国籍も外見も年収も過去も何もかも全部関係ないのが恋だろ。乗り越えられんのが恋だろ。誰にとっとあるでもなく片手に、今日もただ君が好き、今日もただ君が好き。君を思う気持ちだけで言えば、僕はこの世界で第一だ。そんな恥ずかしいだけの言葉がしっくりくるのが笑っちゃうよな。もしも君を泣かせるような悪い奴がいたら僕に言ってよ。威勢よく飛び出して駆けつけて、震えながら守るから。ねえ、こんな時だけ神様よ消えて、いつか僕だけの君にならないかな。優しさも素直さも少しずるい愛嬌も、明るさに潜む影も一つ一つが刺さって、どうしようもないのが恋なら、素敵な残酷さが恋なら、もはや抗うでもなく自然に、僕はただ君が好き。改めましてシンガーソングライターの笹田でいます。よろしくお願いします。恋だろ、乗り越えられんのが恋だろ。
パーティー。今日もただ君が好き、明日もただ君が好き、それでいいのが恋だろう。ありがとうございます。リクエストの恋だろという曲です。リクエストありがとう。ありがとうございます。初めて聴いてるよって方はどれくらいいますか？ありがとうございます。笑っちゃいる。ありがとうございます。ぜひぜひぜひSNS フォローしてください。もうインスタだけでもいいです。お願いします。本当にお願いします。もう僕はすぐに有名になります。絶対に絶対になってみせます。この路上ライブが貴重な一日となるように僕は頑張ります。あの時立ち止まって出会えたことにみんなが何だろう、いつかねそれが自慢に変わればなと思ってるし、僕は絶対に自慢に変えてみせますので、どうか、今日を機に、応援してくれたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。7月20日の、7月20日ね、7月20日、初ワンマンライブも、控えてますので、チケット今日テレビチケット持ってきてます。欲しい方はぜひぜひ曲館とかでもいいんです。声かけてください。お願いします。じゃあもう1曲だけカバーを歌ったら、またオリジナルを歌いたいなと思います。最近ちょっと歌ってなかったんですけど、手島葵さんの明日への手紙という曲を、男性バージョンで歌わせていただきたいなと思います。それでは聴いてください。Oh.
は変える場所ならここにあるといつだって変わらずにあなたを待っている明日を描くことをやめないで今夢の中へ大切つなぎのぬくもりをそっとそっと忘れずに人は迷いながら揺れながら歩いてゆく二度とない時の輝きを見つめていたい ありがとうございます。汗の手紙でした。ああ、ガラガラだ。今日治らないでかもしれない。ああ、ドーピングするかな、いつも通り。改めまして、シンガーソングライターの加瀬智と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなにもたくさんの方々、駆けつけてくれて、立ち止まってくれて、本当にありがとうございます。知ってて初めて来た方、どれぐらい増えたっけ？あ、増えましたね、さっき。ありがとうございます。どうですか？生歌の方がいい？生歌の、あ、本当？ありがとう。まあ、別に、生歌の方が良くなかったとしても、別に、いやとは言えないよね。本人の前でね。いやーってやるしかないよね。よし。こんなガラガラ声ですが、オリジナルサンド。行きたいなと思います、僕のセカンドシングルです、失恋ソングになってます。最近失恋した人はぶっ刺さるんじゃないかなと思っております、失恋だけじゃなくてね、この曲はこう今今日友達と来てる人も多いと思うし、カップルで見てくれてる方もいるかもしれないし、家族でいるかもしれないしね、どういう関係かは分からないけど、でも、きっとあなたにとって大切な人であって、かけがえのない存在だからこそ今一緒にいるんだろうなって僕は思ってます、そんな自分にとっての大切な存在を当たり前だと思わず、生きてほしいなって思います。当たり前がいつ当たり前じゃなくなるかは分からないので、ぜひぜひ
そういったところをかみしめて、聞いてくれたらなと思います。わかりました。じゃあちょっと移動するので、ちょっと待ってください。すぐそこに移動します。はい。ちょっと待って。